さあ、そんなね、家庭サービスの重圧にですね、押しつぶされそうなスタッフやですね、DJ がお送りしているこの番組ですけれども、もうあれですよ。今週から家庭サービスなんて一切しませんから、もう、脱いだパンツは玄関に置きっぱなし。しかもその上にご丁寧にうんこを乗っけてですよね。わざわざですよ。月が悪い時には一回うんこをして拭かずにパンツゴシ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 。で、そのパンツの上からバレンでまんべんなくね、やったやつを置いとくぐらいのことも、辞さない形で、取り組まなければならないんです。なぜならば、もう来週は2月の16日なんです。ね、もうわかりますよね。あれです、例のやつですよ。最後まで言います、スペですよ。ね、頭の二文字がスペです。そう、スペアタイヤ食べ比べ選手権アジア予選ですよね。まあ、前回まではもうダントツでパジェロのスペアタイヤがうまかったんですけれども、どうやらヒュンダイ関係のそのスペアタイヤが悪くないっていうことで、やっぱ韓国伸びてんなみたいなね、そういう話でお送りする。ね。で、まあ、このボケは処理しないでいきます。別にボケとかそういう類のもんでもない、盲言ですから、盲言は置いといて、今スペシャルウィークなんですよ。で、今回やるスペシャルはこちらです。グラビアアイドルのしじっぱなやらエラやらダメパーツ集めて林最上川スペシャルですよね。グラビアアイドルさんとか世間からはなんかおしゃれ女優みたいに扱われてるけれども、おめえ全体的なことさておいてそのパーツおかしくねみたいなのありますよね。奥様は魔女やってるやつの鼻とか、それからあとめぐみの目とか、ああいうのを一つの顔に乗っけて見て、うわーこんな女最上川に流しちゃえ流しちゃえみたいな、そういうスペシャルをやろうと思ったんですけれども、これの最上川の上官に勤めてる団体の方からですね、やめてくれとやめてくださいよしなって言われたんで、よすことになりまして、でもう一回振り出しに戻ったわけですよ。でいろいろね考えたんですけども、こんな言葉を思いつきましたね。初心を忘るべからずですよね。初心を忘れちゃいけない。ね。もしくはあれですよね。サンバイザーは日射病予防の効果がすごく薄いことを忘れるべからずですよね。サンバイザー被ってるから大丈夫だろうと思ったら、頭頂に関しては相当ギラギラ来てますから、そりゃ、マモルくんだって倒れるわけだよっていうね。マモルくん一緒に遊んだことなんで倒れてないのなんて、それは普通の帽子を被ってるから、ですわね。で、なんつったんですかね。最近ね、大問題が起きてるんですよ。ハガキを読んでてもそうですし、いろんなこう、聴取率のデータを見ててもそうなんですけれども、女性リスナーが増えているんですよ、これ。なんだって、なんか今、ディレクターの柳沢こと色ごと氏がいいじゃないみたいなことを言ってますけども、そうじゃないじゃん、この番組のコンセプトはもともと。童貞の童貞による童貞のためのラジオなわけですよ、基本的には。童貞気質を持ってる。心の童貞ですよ。心の童貞を持ってる人しか聞いちゃいけないわけですよ。ですから、2月16日、も今回のスペシャルウィークあたりは、なんかこう、バレンタインデーに、彼女からもらったチョコレートのお返しに、送りたい曲、どんどんメールでリクエストくださいみたいなやつとか、ね、チョコレートは離れていて、渡せないけれども、バレンタイン関係の曲リクエストとか、国章さゆりを100回かけろお前なんかバカ野郎で、おなじみの特集がいっぱいありますよね。そういうことじゃないんですよ。要するに男性です。男性に対して、そのしかも童貞心を持った仲間に対して放送して、それを聞いて耐えられる女の人が聞けばいいわけですよ、そんなものは。女童貞ですよね。女童貞が、その女童貞といわゆる、そのバージニティとは全然別の問題ですからね。女なのに、こいつ童貞の心持ってるっていう、天使ですよね。がたまにいますから、そういう人ですよね。そういう人のみに向けて、放送していこうってことが、一つ。で、もう一個は、あんま手つけてないとこってのはないのかと。今までもありとあらゆることに手をつけてきたと思うんですよね。歴代総理早覚え歌みたいのをみんなで作ったりとか、やってないジャンルがほとんどありませんから、そんな中で結構手ついてないところあったじゃん、みたいなことで、エロに関してちょっと考えていこうということで、題して、思えろ
セピアエロ話スペシャル。ディレクターの柳沢さんにですね、エロティックな歌をお願いしたいっていうリクエストなんですけども、それがエマニュエル夫人という時点でですね、もうどうしていいやらですよね、もうね、エロ話は苦手です。すっごいエロ話に関しては僕は割と苦手なんですよ。だけどもエロエピソードに関しては面白い、だからエロを避けてるとエロの面白いエピソードも話せないってことに気づいたわけですよ。だったら面白いエロの話とセピアなエロの話を集めて、エロエロの話はそれはもう勝てねえもん、日本放送の鶴光のオールナイトニッポンに出るに勝てませんから、ね、もう絶対勝てっこないですから、それからあれにも勝てませんから、トレーシーローズのやる気満々にもすごいやる気満々だから、むしろやれないよ、もうなんかそんなやる気満々が画面から出ちゃったら俺はもういやもうよ用品の中でもきついわみたいなことになりますから、勝てませんからうん、おもろエロやセピアエロ話を集めて、林最上川なんですよ。男たるものですよね。チンゲが生えてからですね、5、6年も経てばですね、面白いエロエピソードや切ないエロエピソードってあるわけですよ。あれでしょ、その女とかが中に入った形で、なんか、トゥーテリーズみたいなカフェで、話してる話とかは、おそらくなんか素敵な話ではなさってるんでしょうけれども、男同士でファミレスとか行くと、結構おもろエロの話ばっかしてますよ。おもろエロ、切なエロの話ばっかしてるわけなんですよ。で、そういうのを、皆さんから集めていこうってことですよね。例えばですね、最近これ気づいた原因だったんですけども、このマイショアという構成の渡辺くんに、また、俺、伊集院さんが気に入るような、マロが気に入るようなエロ DVD を買ってきて、くんなましということで、行ったわけですよ。で、いて、ドレミファーって出てたわけですよ。すごくそれで行って。でいて、また、俺が頼んでて金も渡してんのにお得意のエロ福袋みてえのを買ってこようとするバカですから、前にあんなに懲りてて、だってエロ福袋買ってきた時だけ一本もいいのねえよってぶん投げられて、しょうげないでよ、ベイベーだったのに、ちゃんと買ってこいぐらいの、初めてのエロ使い、ね、まあいっぱいこういろんなこうダメを繰り返してきましたけど、今回はそういうことないよりと、いや廉価版みたいなのいいからと、ちゃんと買ってこいっていうところを3個ぐらいエロ DVD を買ってきてくれたんですよ。でエロ DVD を買ってきたら、最後僕はあからさまに早く帰ってくんねえかっていう構成を出しますから、テレモの恥も外聞もなく、お終電そろそろねのみたいことを言いますから、ほんで買ってきてもらったんです。そのうちの一本が大問題でして、普通のエッチなビデオなんですよ。それで言って、こう、なんか、ラブホテルかなんかでエロってるビデオなんですよ。で、女の人が一番最初いて、で、こう、なんだろうな、盗撮テイストって言うんですかね。盗撮って、隠しカメラテイストで撮ってあるんですけど、そのなんかこうカメラがテレビのすぐ後ろに隠れてるらしくて、エロってんのに、もう画面、もう音いっぱいダウンタウンデラックス。もう音が延々と流れてるのね。なんか、スター私服拝見みたいなずっと流れてて、しかも俺が出てるから。俺の声とかも入ってんのよ。したらもうなんだかすっげえでいて、そうするともう、エロられなのにもかかわらず、こっち側にしてみると、なんかなーっていう、あの時もうちょっと弾けた方が良かったみたいな、ちょっと反省みたいなあって、もしくは、あの時調子乗って喋ったんだけど、カットされてたんだみたいなことを、そこで分かったりとかして、もうエロどこじゃなくて切ないものに入ってとかしてるわけですよ。他にもこうやってそこから、エロ切ないとかエロ爆笑とかそういうこといっぱいあったなと思って思い出してみたらね、いろいろ出てきましたね。で、盗聴風味で、盗撮風味で思い出したんですけど、
自分がね、25歳ぐらいで下北沢のマンションで一人暮らしをしてる時に友達が来て、友達がエロビデオを、持ってきたから、見ようぜみたいな話になったわけですよ。見ようぜって言われてもらうんですよ、今考えれば。見ようぜってなんだよと思うんですけど、見ようぜって言ってみたら、なんかこう、温泉盗撮ものみたいなビデオなんですよ。でもうね、はっきり言わせてもらいますけど、ああいうのダメなんですよね、なんか。要するにドキュメンタリーなんて面白くないんですよ。ドキュメンタリーのことなんて、求めてないですから。で、しかも、そういうやつって別にすごい脱いだりとかしないじゃないですか。まして、温泉とかだとエロっちゃったりしないじゃないですか。ラを見せてくれたりとかするだけじゃないですか。で、しかも、ラでも、おばちゃんとかもいたりとかするラだから、もう面白くなんともないわけですよ。で、俺が、なんか喜びさんで持ってきたけど、これ全然面白くねえよって話をしたら、そいつが焦ったんでしょうね。その、期待させたのに僕がすごくトーンが低いんで、だけど、本当に、確かにエロは少ないけど、リアル俺が覗いてると思ったら興奮すんじゃねえ。だって、覗きなんていうのは法律でできないことなんだけど、この、盗撮風ビデオを使えば、そういう体験ができるわけだからって話になって、何がどうまとまったのかわかんないんだけど、その時結構収納が大きい家にいるんだから、押し入れの中に入って、で、押し入れのドアをすごく開けて、その前にテレビを置いてみると、覗いてるっていう感じになるんじゃねえかって話になって、で、俺が押し入れの1階、お尻の下。で、友達がお尻の上に座って入って、細く詰めて、テレビも無理やり動かして前持ってきてこうやって見てたんだけど、面白いわけやねえんだよ。ね、別に覗きたくねえしっていうのがあるから、で、もう下からすげえ不機嫌になって、俺が延々と、こんなのを、見てるやつの気が知れねえみたいなことを言い出して、最悪だな、お前はこういうエロビデオセンスとかみたいな話をずっと延々とした上で、まあまあね、とかって話をずっとしたんだけど、俺もまた延々ともう、いや、もう安そうやな、か、暑いしさ、と思ったら、中が必要以上に暑いのよ。暑いってなってきて、匂い嗅いでったらすっごい匂いが臭いのよ。何かなと思ったら、無理やり動かしたテレビが、ストーブの上をコードが全部通ってて、ボーボー燃えてんのよ。うわーと思って開けて、やべえ、火事になるって上から転がり出てきたその友達が、全裸だったんだよね。で、全裸で火消してた。それがすっごい僕の好きな、いい友達だったら、あいつはっていう気するんですよね。だから僕はその時想像するに、あいつ自体は頑張れなくもなかったわけですよ。そんななんでかわかんないけど、あいつにしてみれば、男湯から覗いてる気分を盛り上げようと思って、全裸にまでなってたわけですよ。で、やってたのに、下から延々と俺が、こういうエロビデオを選ぶセンスは最低だって言われたことと、炎。それがすごい今の中で僕思い出して好きなんですよね。あとね、エロビデオも、もはやエロじゃなくて面白くなっちゃってるやつ、あるんですよ。最近また、まあ、僕にとっての、エロ問屋っていう、その構成の、我々がエロ問屋なわけなんですけど、この問屋さんがまた、もうわけわかんないものを買ってくるケースがすごくあるんですよ。おそらく僕の友達にすごい猛者がいたんですけども、使いっぱしりを頼まれるたびにわざと間違えることで、二度と使いっぱしりを頼まれなくなる方式っていうのがあったんですけど、で、やってたやつが、ね、あれと同じ方式だと思うんですけど、ただちょっと俺気に入ってはいるんだよな。インゴ女性リスナーとかには、まあ、初耳でしょうな。インゴでございますよ。ミダルのワーズのインゴですけれども、そのインゴ、なんだっけ、インゴでバンバンだっけ、わかんないけど、そのインゴでバンバンですよ。女の人がエッチな言葉をすごく言うのが、そこのミソなんですよ。そのエロビデオの中のミソなんですけど、ディレクターみたいな人が、それが面白いのが、オウム返しなのね、延々と。その女の人がアドリブ聞かせてエッチなことを言うっていうのは、その女優さんにすごい才能がいるじゃないですか。要するに、見てる人は女の人じゃないわけですから、そのエロワードは今のインゴとかチコツとかあんま知らない人多いでしょ、女の人。だから、男の方を刺激するような言葉は女の人知らなかったりするわけで、女優さんがよっぽどそういうボキャブラリーをね、勉強するか、女優さんの後ろに、そっと金田一春彦先生が立ってて、小さな声でアフレコするかしかないわけですよ。でもそんな、安い色ビデオでは、そんなお金はないでしょ。金田一先生が自分の著書であるところの国語辞典みたいなペラ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 めくりながらやるみたいな。ね、ダメじゃないですか。先生は和服姿でこうお座りになってて、で見えねえみたいなね。で、先生の声もボイスチェンジャーかけなきゃなんないですし、で、そういうお金はないから、なんかこう、その、
ディレクターの、その、女性の裸をまさぐってる、兼、カメラマン兼ディレクターみたいな、全部やってる人じゃないですか、そういう人が、なんかこう、出てくる人は、助教師役、助教師の設定みたいな女の人がいて、なんかこう、そのエロディレクター&エロカメラマン&エロ演技指導を全部やってる人が、なんか、先生、俺の股間がこんなに硬くなっちゃってるんだけど、これ何かなみたいな話とかを言うんだけど、したらその次に、先生わからないって言うと、先生わからないって、先生わからないって言うんだよ、そいつが。それでさらには、でも、先生も感じてるんじゃねえのか、ね、私は教師だから感じませんって言って、私は教師だから感じませんっていうのをやってんだけど、それね、よくよく考えてみると、そいつ一世尾形なんだよね。そいつ一人、劇団一人なんだよね。完全に、要は、編集すりゃいいじゃん。その横のところでやってるやつ編集すりゃいいし、もしくは、何、チャプターで飛ばせるようにとかすればいいんだけど、すげえスピードでやってるから、女が言うと、次の女のセリフを考えついちゃうんだろうね、天才ディレクターは。天才ディレクター考えついちゃうから、またなんか、そんなこと言ったって先生だって女だろうなんて言うんですよ。それは一つの方のキャラで。で、もう一個の方のキャラで言って、ね、生徒を私、男と見たことはありません、って言え、みたいなやつ。すごい一人でやってるんですよ、それが。ね、もうね、最終的には僕、一旦その DVD を自分のパソコンに落としまして、女の方の姿とセリフを全部切るっていう形にして、してみたらすっごい面白い。DVD に焼き直したから、男が延々と一人でやってるみたいな、一世尾形っぽくやってるっていうのがありましたんで、ビデオにも、オモエロビデオっていうのはあるんですよね、オモエロ。でも、これ男性だったら誰もが経験するかもしれ、することだと思うんですけど、エロビデオやエロ DVD を買って、家に帰って見てみたら、最初のうちはもう、あれこれ掴んじゃったなと思うんだけど、どうにかエロ部分で、一人しゅっぽっぽで、頑張ろうと思ったりするわけですよ。で、どうにかさよなら SL まで持ってきて、みたいなとこあるわけじゃないですか。だけど、なんかもう何、途中からこれもう面白いんじゃねえのかみたいな、これもはやそのこの笑いの要素がダメなんじゃねえのかっていうの全然こう頑張れなくなっちゃうケースってあるじゃないですか。ああいうビデオも紹介してほしいですね。これのここはすごいっていう、この映画はすごい、別冊宝島みたいに、ああいう感じで、このエロビデオはおもろいでね。これもね、高校生ぐらいの頃先の遡るんですけどね、当時はネットとかはそういう情報があんまないわけですよ、エロ情報が。したのが友達が、兄貴にの友達が持ってる、一本ぐその女っていうビデオがすっごいんだよ。面白いっていうね。何が面白いのって言ったら、いや、何がかわかんないけど、兄貴が言ってたみたいなこと言うわけ。ほんでみんなで、ものすげえらしいぞって。で、言ってこっちで言ってみたら、そのタイトルは、絶対チュカチョウロウだから、そんなん違うだろうって話すんだけど、いや、もうそういう次元を超えてるらしいみたいな話が、クラスとかすっごいいっぱいになっていくわけですよ。したら、当時家に送られてきた通販の、色ビデオのカタログみたいなのがあるわけですよ。それは一回、買ったら、たまたま自分でこっそり買ったら、送ってきた時は文具ってなってたんだけれども、それ以来僕名指しでずーっとその色チラシが届いていくことで、かなり親子断絶に近い形にしてもらったダイレクトメールなんですけど、あれに僕だったら恐怖新聞ですよ。新聞が来た時には、やばいこれだと思って、ヤマト企画、これだこれみたいな、そういうやつだったんですけど、そこにあるし、一本ぐその女、カタログの中入ってんだよ。それで、友達みんな集めてサミットですよ。俺らがまだ見てない、どう考えても、チュカチョロものだけれども、誰が言ってもそれを超えて面白いって言われてる例のやつが、黄金のサバですよね、いわゆる。ね、翔太の寿司で言うところの、あれが買えるらしいっていうことで、たんですよ。でした、来たらびっくりしたのが、最初は一応色ビデオの体裁を整えてますから、なんかこう女の人が裸でいるわけですよ。裸でいて、ただ女の人がなんかこう結構当時結構色ビデオも AV 女優の人が綺麗になってきて、割とみんな綺麗になってる時期なのにもかかわらず、
大丈夫かっていう、結構遠の立った人なんですよ。で、なんか、何歳のかな、ブス三太郎ですよね。かば焼き三太郎、ね、とんかつ三太郎シリーズでいうブス三太郎なんですよ、この人が。なんだこいつみたいなこと思ってたよ。なん、これのどこが面白いんだよと思ったら、男の人が、固定カメラみたいに撮ってるんですけど、男の人が脚立、ちょうどホームセンターで上の方にある板が取りたい時に使うぐらいの、図書館にあるぐらいの、4段ぐらいの脚立を持ってきて、こうやってバンって置いて、お前が一本嘘の女だっていうことは、分かってるんだって言うんですよ、割と棒読みで。違います違いますって言うんだ、こいつが。それはもう、そんなこと言わねえで、いや、早くこの脚立に乗れって言うんですよ。割と棒読みで。で、嫌です嫌ですって言いながら登るんですよ。で、その上に脚立の一番上でうんこする格好になって、うんこするんです。ここまでだったらすっごいスカトロじゃないですか。最低じゃないですか。びっくりしたのは、その4段ある脚立の上から下まで一本のうんこが通るんです。もう、エロの要素なんかゼロなんです、もう。これ、スカトロのご趣味のある方でも、ゼロなんです、完全に。もうびっくりなんですよ。相川欽也さんが紹介する巨乳に何のエロもないのと同じで、ジャネット超えなんですよ、もう完全に。それでそのままなんか、で、それ以外にも一応その人は、そのを見せる以外にも、エロは入ってるんですけど、誰もそこなんか見なかったもんね。上映会とか絶対怒るじゃないですか。だって変な話、生地そこにエロが入ってるから18歳今禁止になっちゃうわけですよ。別にいいもん、そんなところ、みたいなやつで、あれはね、面白エロでしたね。まあ、あと、まあ、うちの田代32さんは、こういうことについて言えば、彼女に振られた日にビデオ屋さんにふらりと入って借りた、ビデオが、その彼女が出てるやつだったっていう、借りようとしたビデオが彼女が出てるやつだったとか、そういうのはね、いっぱいあるんですよね。あとね、どんどん出てくる。ここやっぱ触ってないじゃんだ。結構出てくんだよ。一回 CM こんなに来てんのに CM なんか冷静になっちゃった。どうしよう俺。すごい冷静になっちゃったら。今と同じ体質だからさ、あれなんですよ。中3の時かな。中3の時に、こう、エロビデオをね、買ったらダメなんですよ。僕が今エロビデオって言ってるのは、子供が、ココアシガレット、タバコって言ってるのと同じ感覚ですからね、みんな言っときますけれども、エロビデオって言ったってそんなにエロくないやつですから、全員もう、ジョーク T シャツを着てますから、裸っぽい。裸に見える。昔、近鉄のサイパンキャンプで、佐野投手が着てたやつ、あれを着てますから、そういうやつだと思って聞いてくださいよ。そんな非合法なことをやってる人が、そんなテレビなんか出ていいわけがないですから、まあ、中3の時に、イロビデオを学校の友達に貸してもらって、それでこう、結構厳重に隠して、部屋バーッと開いて部屋持ってくわけで、うちは当時僕自分の部屋にもビデオがありましたから、で、その後ご飯よなんて言われて、ご飯を食べに下に行ったんだけども、早くイロビデオが見たい。ご飯、味がしねえ。全然味がしねえわけですよ、ご飯も。で、もう早く色ビデオが見たいのに、なんかちょっと家庭団らんみたいな雰囲気になってたわけですよ。で、これやべえ、家庭団らんのモード入られたら、薄くなっちゃうと思うわけですよ、すごく。ね、やばいやばいと思って、とにかく断ち切ろうと思って、うちの親父がなんかこう大学時代の話かなんかしたのをいいことに、そこに難癖つけてやろうと思って、受験でさ、デリケートになってる時にさ、自分は大学出たからいいけど、みたいな。そういう感じで、学歴だけがじゃあ、あんた学歴積んでっからエロいのかよ、バーン、部屋帰るわ、絶対来んなよ、バーン、エロ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 と思ってエロに入っ、没入ですよ。でいて、エロビデオ見ててあんだけ言っときゃ大丈夫だと思って、でエロを見てカーニバルに入り始めたんです。僕にしてみれば今キダムですよ。キダムが来てたんですよ、僕のところに。かなりキダム、アレグリアがすごい来てたんですよ。それでやっべ、このアレグリアやっぱすげえみたいなことになってるところに、後ろからドアコンコンって、うわーと思ったら、親父がドアを開けずに、そこで延々と、さっきはお前の気持ちも考えないで悪かったっていう話を、
ンとしてるようちの親父が。だからこっちにいいからいいから、でこっちもうっせえとかって切れたら開けちゃうじゃん向こうも。だからテンションでさ、うちの親父謝んのとかすっごい下手な人なんだけど、なんかこういろんな言葉を使いながら、いや別にそういう意味でね、あの僕も言ったんじゃないんだけれども、まあ、うちの親父こんな喋り方で僕も言ったんじゃないんだけれども、いやただずいぶん僕もあの君の年よりはずっと大人になってるから君のそういう気持ちとかを忘れてしまってたようで、それは反省してる、これは 100% 僕の方に非があると思うみたいな話をしてんだよ。こっちうっせえよてめえよって言った日にはもしかしたら開けて抱きしめる可能性があるじゃん。こんなことされたらやべえから、近親相姦のドンホモになる可能性ありますから、やばいなと思って、もうこどうしようと思いながら、もうとりあえず急にこうそのあのガチャッとか音させるのもきついから、ゆっくり音量絞りながら下半身すっぱだかのまんま、いや俺もちょっと言い過ぎたみたいな話でさざかなれぞるやつやってんだけど、親父がなんかモード入っちゃったみたいで、あの自分が受験の頃はなみたいな話をずーっとしてんだけど、俺裸なんだよね、その間ずーっと。そんなのをみんなお持ちだと思います。で言って、去年には前半はいつものとおり普通の番組をやりますけど、2時ちょうどで女性陣は寝てください。女性陣はもうやばいやばい、寝なきゃ寝なきゃなんてぐっすり寝てください。ただ興味が、女のおもろエロとかねえよな。なあ、多分女の切ないエロとか言われたところで、女がエロな話をしてる時点でこっち側の方が笑えなくなってくるからね。そうなんですよね。で、皆さんからですね、おもろエロ、もしくは切なエロのおはがきを募集しますね。で、言って、読まれた方にはですね、伊集院光さんのですね、深夜のバカジラカラカードの中でも、ラ関係のものを、3枚。で、さらに、20歳以上で、20歳以上の方で、希望するって書いてあった上に読まれた方には、渡辺先生の、厚生の渡辺先生の、コレクションの中から、一本、クズ AV をですね、差し上げます。で、これあれですよね、あんま減りたくないんでしょ？これやっぱりクズ AV とはいえ、あなたにとってはクズじゃないやつとかがありますから、必ず、希望って書いてなければ絶対送りませんから安心しておはがきの方は送ってください。それと読まれた段階で深夜のバカ力からカードは差し上げます。絶対に差し上げますので、どんどんエピソードください。で、あと、匿名は絶対守りますけれども、希望した場合にはですね、色ビデオを、在中につき取り扱い注意と明確に書いて送りますから、それだったらさすがに二十歳以下ですが、年ごまかしてみたいなのはないですから、セキュリティしますんで。最近お気に入りのクズ AV は、ピカニュー、元気でニューというのがあるらしいですから。そのあたりですね、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ、月曜ジャンク伊集院光、深夜のバカ字から、おもろエロ、もしくは切なエロの係まで送ってください。まあ、基本的にはね、これ、田代32に聞いたらさ、そういうのないのって言ったら、なんか女の子、大勢と、なんかこう、なんかナンパしたんだか合コンしたんだかなんかして、桐畑通る田代32あたりが、みんなで雑魚寝してたんだって。そしたら桐畑通るが、なんかすごい全部で、何事もなくみんなで酔っ払って寝てたら、田代32女の子桐畑通るみたいな感じになったんだって。そしたら桐畑通るが、なんか急にその女の子を口説きたくなったらしくて、いいじゃん、いいじゃん、みたいになってんだって。頼むわ、みたいなになってて、お願い綺麗だから、みたいなこと言ってて、ずっと田代の手を握ってるらしいんだ。ただね、その話はね、ちょっと自慢入ってんじゃん。俺真面目な話だよ。ナンパで家に女が来たなんてないもん、一回も。そんな奴は、お前はそんなの、ベイ FM でやれ。ベイ FM でやれ、バカ野郎。さらに、ベイ FM では、お前そんなのモテてねえよって相手にされないなら、中間取ってナックファイブに行け。それぐらいで。ここにはいらねえ、その話は。いらねえ。な、おもろエロは結構センスいるよね。その、色話って結構センスいるじゃん。親父のエロ話とか、おっさんのエロ話、聞いてらんねえじゃん。なんかこう、そのまんまの言葉とか出てくる。笑うし、なんかすごいやらしい感じするし、いいの欲しいな、なんか青春の匂いのするやついただきたいな。あのね、また出てくるわ、やっぱ近所
女の土手の土手荒川土手に当時そこに止まってる車は全部カーチェックチーをしてる人が多いっていう車交尾をなさってる人が多いっていう噂のところがあって、中学校ぐらいの時に車交尾が見てるところになって、みんなで行ったでしょ、夜車で電車自転車でシャン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 恋でスポーツ狩りが、で行って、土手って2段3段ぐらいになってて、その下の方がこうそのグランドみたいになってんじゃんか。でグランド向こうの方に車がいるのよ。それで見たらその車が揺れてるわけで、うわこれは車交尾だと、ね、車交尾をなさってんだと思って、なんだかわかんないけど、単に俺たちが見てるものはエロの映像を見てるんじゃなくて、車が揺れてるのを見てるだけなんだけど、すっごい興奮するわけ。うわすっげえって、エロビデオとかないし、まだその中学校のケツの方はなくて、3年でギリぶちに来て、うちの先で直俺の部屋に来たっていうのがもうすごい出来事だったから、でまだない時で行って、すっげえことになってるよと思ったら、一緒にいた大野ってのが耐えらんなくなったんだろうね。いねえんだよ、気がついたら。で前の方でまたでっけえ四駆、当時ちょっと流行ったんだよ、なんかタイヤのでっけえ四駆じゃないと、四駆がまた揺れてたりするわけだ。あの四駆が揺れてるってことはすげえことになってんじゃねえかみたいなのになって、したら四駆ってなんかさ、常時ついてるランプなんつうのライト、フォグランプ、わかんないけど、なんかこう、メインの電気はついてないんだけど、前のちょっと電気がついたりするところ、これ遠くに見えるわけよ。で、大野いねえ、大野いねえと思って、ちょっと やや近づきぐらいしたら、そのフォグランプの中に、ほふく前進してる大野が見えんだよ、こうやってずっと。ほんで、うわ、あのバカ、前から攻めてるって話になってて、前から、すっごいことだよ。ワンヤラッチャヘゲレレレ、超ヘゲレレンヤラーが言ってるわけですよ、向こうのところに。で、おい、大丈夫かねと思ったら、しばらくまたその、大野行ってから、大野込みの絵を見てて、大野すげえな、俺たちも行きてえけど、あそこまで勇気ねえな、みたいになってたら、車の揺れが止まったのよ。で、止まって、で、行って、で、こう、なんとなくかすかに見える感じでは、すべて終わった感じなのよ。したら、いきなりその車走り出したの。ライトつけない、まあ、フォグランプのまま。うおーんって言っちゃって、おいーと思ってバーって言ったら、大野の上を、その車通過して、大野全然無事だったの。もう、ジャッキーです。ジャッキーチェーンですよ、完全な。なんつうのシャコタンの逆だって、あれシャコタンだったら薄くなってるわけでしょ、ペラーンってなってるわけでしょ。あの伝説はすごかったね。今考えりゃエロのためにあそこまでいけるやつがいるんだと思って勉強になりましたね。